はい、こんにちは、ビッグボーイです。ワールドウォー2、放送収録じゃなくて、こうやって普通にプレイするのは多分これが初めてで、まあこれアテレコ動画なんですけど、まあベータも終了して、これはベータ終了間近にプレイした、スナイパーでプレイした動画です。もうそろそろ PC 版のベータも始まるらしいから、まあ PC 版のもちょっと触れてみようかと考えつつ、最後の最後で使ったこの超絶苦手なスナイパー、にこの4倍スコープ、いわゆるこれは英国スコープと同じぐらいの倍率なんだけど、これがめちゃくちゃ強くて、終盤はもうこればっかり使ってた。コモンウェルスっていう、まあスプリングフィールドの系統のスナイパーで、腰から下はちょっと反射率が高いんだけど、上半身あたりはもう高確率で倒せてしまう。そして覗き込みがね、これ本当に速くて結構な壊れ武器だと思うんだけど、ベータの期間中にショットガンの焼夷弾が弱体化修正されて、スナイパーは特になかったんだけど、まあベータのフィードバックを経て、多分製品版で弱体化、もしくはまあ覗き込みが遅くなるとかあるかも。でベータ期間中はもうずっとワールドウォー2ぶっ通しで遊んでいたけど、なんだろう、しばらく BO3 だとか、まあ、あと IW、AW みたいに、まあ、ぴょんぴょんする FPS が続いてたんで、例えばコンカッションとかグレネードを投げるとき、まあ、ジャンプができるので、敵が、まあ、どこにいるだとかが大体分かれば、そこにもうジャンプしながら投げたり、まあ、銃で撃ったりとかできたんだけど、また地上を普通に走って戦うという FPS になったので、クリアリングに使うような感じに戻ったっていう、まあこっちがまともなんだけど、まあだから自分が進みたい方向にもう敵がいるかもしれないってことをもう常に考えながら、コンカッションとかグレネードを投げてクリアリング常にしつつ進んでいくという、その辺、そういう意味ではジャンプできない COD って結構難易度が高いかもしれないけど、まあ、ジャンプよりはこっちの方が好きかな。このマップはどちらかというと、まあ、燃えてる敵がいるんだけど、焼夷弾のショットガンで突っ走って戦うとか。ただ、こういうガーランドだとか、スナイパーで塹壕を通るのはちょっときついから、ずっとここは、どんな武器を持っても、周りをぐるぐるしてるんだけど、ここね、あー、フリッツ X。特にこのバンカーのこの建物と、さっきの中央バンカーの建物に敵が集結しやすい傾向は、もういつまでたっても製品版になっても多分変わんないと思うから、やっぱりここはショットガンかな。燃えてる。敵の救援物資を観測。敵の補給これを停ね、止しろ。本当に振り向いてもね、すぐ撃てるのが本当に強い。スナイパーね、こんなにスナイパーを使ったのは多分モダンオフェア3ぶりぐらいなんだけど、あとはモダン2のスナイパーもね、なんだっけな、ストッピングパワーだとか、あと、照準覗くのが早くなるパークがあったから、本当にスナイパーが壊れ性能だったんだけど、最近はまだ、どうだろう、BO3 とかは、本当に上手い人は使ってるけど、自分はもうとっても、じゃないけど、ジャンプしながらスナイパーとか無理なんで、全然使ってなかったんだけども、倒せなかった。敵の影が見えてる。外す。見事に外す。OK。ただちょっと塹壕を通ってみる。と、はい。もう一人、あ、もう二人？いない。みんながみんな塹壕を通りたがるわけでもないようだけど。OK。あと外す。はい、オッケー。びっくりするぐらい狙いやすくてね。これともう一丁、ボルトアクションのスナイパーライフルが最後のなんていう武器だっけな。ベータの時には使えた一番最後のスナイパーがあるんだけど、そのスナイパーはこれと違って、マガジン1つにつき5発で結構少なめで、コッキングも遅いし、あと、覗き込みも遅い。
ただ威力がめちゃくちゃ強くて足首でも一発で倒せたりしたんで、まあ威力は本当に強いんだけど、多分結構なスナイパー変態しないと使えないようなものだったんで、一番安定してるのはこの武器、近いものを上げるなら多分なんだろうな、このスナイパーは BO2 のバリスタだとかその辺に近いようなスナイパーかな。上空に敵の偵察機。ほい、ここはもう向かいの階段にたくさん物を投げてからオッケー。まあ、ショットガンダッシュかましてくるから結構危ないんだけど、危ない。ちゃんと狙って、狙えるところはちゃんと狙ってね。来ない、後ろに敵のマーク。上空に敵の偵察機と物資を取ってる敵がいた。物資ね、おお今の当たった。物資なんだろう、あんまり効果力なストリークがないからあんまり使ってる人見ないな。空挺部隊とかもなんだろう、あの所詮 AI だから結構一瞬で溶けちゃうし、当たんない、当たんない、当たった。警察飛行を終える。で一旦戦闘機乗り、戦闘機がターゲットに接近。すんげえ集中してる。上手い人とかね、この戦闘機乗り1回で4人も倒したりするからね、軌道と自分の選択する軌道とあと敵の位置がベストだともうそんぐらいバンバンいけちゃうけど、ドミネーションを全然やんなかったから、ドミネーションの方が多分もうちょっとキルはできるかな。当たんない、当たんない、ハンドガン。あと森蔵がいるよね、仲間やった。これは無理だった。あと7人、ちょっとね疑惑のリスポーンもまあベータだから仕方ないけど、ちょっとヒントがね、この辺はまあ製品版でなんとかすると思うけど、特にー敵が目の前で2人湧き始めたりしたからね、ベータの時。まあ、ここは勝利、まあ、ぼちぼちな結果で。ショットガンがね、ショットガンの動きがすげえ。焼夷弾ね、食らってね、あんまり動きすぎたらダメージを食らっちゃうね、一発受けても。というわけで、雪マップでももう一戦行ってみます。はい、2戦目行ってみます。ここも同じ4倍スコープをつけたスナイパーで、で早速劣勢気味だけどね、ここがほんとね遠距離武器は結構強いって基準についてる。あの基準ね強いんだよな。あとまあある意味が欠点だけど、このマップ結構リスポーンが固まりやすい傾向が強いので、あんまりね、その場から、まあ、強ポジを自分で見つければ、あんまりその場から動き回らなくても、敵がバンバン湧いてきちゃう。それはいいのか悪いのかは、置いとくとして。だからちょっとこの辺をね、ずっとイモイモしてるわけだ。このままでは持たない。外した。OK。偵察機をもしもし。もう一人いた、もう一人いたけどここは無理だった。で戦闘機乗りまで行ったから呼んでみる。ロングレンジが多いのでこのマップは M1 ガーランドとかもレベル上げするには他の残壕マップとかに比べればまだいい方。あとは製品版で
出るマップ他にどのようなものがあるのかにもよるけど、もうちょっとロングレンジのマップを増やしてくれるんじゃないかな。今のは敵が多分こちらに火炎瓶を投げようとして自分に誤爆してしまった感じで、じゃあ自滅アシストが入ったっぽい。もうちょっとこの辺で左から北から先に倒して、出てこい、そっから出てこい。こうなるともう逃げ場がない。この武器のね、不思議なところが今首に当たったっぽいのに反射になるっていうね。たまに運が悪いとね、もう反射天国になったりすることがあるので、それは非常に悲しいんだけど。もしもし、卵多いのもいいよねこれ。角間がつけなくてもワンマグ10発も入るから反射はしちゃうけど。でそろそろこっちの方敵がいなくなってるっぽいので移動を始めよう。で右側に敵が展開し始めてるから、おここに偵察機を狙ってる敵がいて、すごいところに登る森蔵もいるもんだけど、これがなかなか当たんない。で後ろになぜか窓が開いてるので倒して、で森蔵がもう一人敵が増えたからそっちを先に倒しの、森蔵が横に回ってきたからハンドガン。あでこれを倒したかったけどクソったら言われて銃剣で刺されて、もう一回戦闘機。で、まあ、2人が限界だな。このベータを遊んでて一番思ったのが、コンカッションとグレネードのその警告アイコンがすんげえちっちゃい、もしくはまあ画面の端っこあたりに表示されるので、ほんとね、威力が別に強いわけではないんだけど気づかなくて死ぬっていう場面が本当に多い。だからクリアリングとかにも使えるんだけど、この辺はどうすんのかな。製品版でアイコンをもう少しでかくしたりするのかわからないけど、いや本当にこのスナイパーが強い。 OK、 敵がもう一人いた。一旦ここでリロードで、グレネードで牽制して、で別の敵が来た。ここの振り向きがね、かみってた。でここもね、多分リスポーンになってるね、敵側の。さあまだ敵が来てるっぽい。まだ偵察機を壊してる敵がいたので倒しちゃって、バンバンやってくる。さあまだ来てるね、ここは慎重に倒して。まだいる。いなくなった。そろそろ後ろから来そうだからリロードを挟んで、いない。結構連機動したからね、もう少しで空挺部隊が呼べるんだけど、この場面ね、右に敵が映ってるのに全く気がつかなくて完璧なショットを食らう。もう一度戦闘機3回目。機銃掃射を行う。2人3人、計3人。ちょっと右から行ってみて、倒しの右敵がいる、倒せない。ここはガーランドに抜かれる。さあ敵が横切った。いろいろ牽制してみるけど、コンカッションを食らってしまうと思ったら目の前の基準に森蔵がつく。でここね、ここもね、敵のリスポーン集中地帯でね、ほんとバンバン湧いてきちゃうよね。クソったりもスナイパーになっております。ここももう少しね、障害物がないとね、こういうことをね、されたこともあるんで、リスポーンはもうちょっと工夫が必要だと思うな。でまだ敵が残ってるっぽいから後ろを見てたらリスポーンが変わってた。4回目の戦闘機。機銃掃射を行う。2人、あと13人。
OK。で、グレを投げるけど、左の通路から来てた。で、ここでね、左の方になんか謎の、まるで、ボットのような動きをしている敵がいたんだけど、まあ、コンカッションとか巻きつつ、ここは、ハンドガンで。で、ここも中央部分にグレとか投げておいて、あと7ポイント。さあ、敵が今こっちに来てるけど、バレてない。で、右の様子も見て、倒しいの。偵察機来た。バンカーの中に敵がいるから、こいつも倒して、ここでまさかの反射。で、ラスキル。いや、ほんとびっくりするぐらい、このスナイパーは強い。というわけで、スナイパー苦手な僕でも唯一使えるスナイパーと4倍アタッチメントだったので、修正してくれないとむしろありがたい。というわけで PC 版ベータが来たら PC 版ベータでも遊んでみようと思います。それじゃあ今回こんなところで。